天然の鮎はうまいな、これうまいね。天然ものの養殖か、これ。いやー、鮎美味しいですよ。うわー、この効いて美味しいですよ。この柚子みたいな三つ葉だね、これ。うまそうだね。うまそうだな、キリさん。うまそうだね、これ、うん、写真撮ろう。ひつまぶし、ひつまぶしの2段で、最後タレを入れて、これを入れて食べるんだけど、はじめにちょっと軽く、うわうまっ、炭火だね、ここうなぎですよ。行くか。おー、行こうよ。今朝3時半。おー、行くまで90分。うん、5時半から乗るから。おお、早起きだな、今日はな。確かに、久々だこれ。気合が入っとるよ、今日。奥琵琶湖バスボート、おー、今回はアミレンタルボートさんのとこ行きます。おお、やろうやろう。アミさん釣れるかな。まあこれ運だよ、行こうか。運だけども、運をつかまないかもね。今日運をつかむぞ。アミレンタルボートさんで、うんうん、僕たちのチャンネルの基本は癒し、なんか仕事で疲れた癒しとかを、ああそうだね、それを下ネタで癒していくっていう、ね、いやガン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 下ネタで癒していく、下ネタでいく、うん、いや僕はそういうんじゃなくて、うん、本当に穏やかなチャンネル ASMR、 穏やかだよ俺でやりましょう。今日撮ろうと思います。まあ癒しチャンネルなんで、うち ASMR であんまり過激なチャンネルとかが苦手で、うん、なんか穏やかなそういう動画が好きで、そういうなんていうの、菊池さん、はい、俺結構騒がしい動画とか苦手でさ。そうだね、俺もそういうの苦手だね。そういうのもいいけど、たまにはなんか ASMR ダメだろ、ダメだろ。いや、なんか ASMR みたいなさ、あんまりうわーみたいな、うるさいのはな、ダメ。癒されないじゃん、せっかく静かなね。だから今日は穏やかに釣りができればいいかななんて思ってて、キウさん、じゃあ一発ちょっと撮りましょうか。一発やっとくか。太いやつを。太いの、おまんこ、朝からおまんこ。どうやってやるんですか、菊池先輩。ん、どうやってやるんですか。テキサス、テキサス。ルアーは、ルアーはオオサンショウウオしかないだろ。ああ、俺と一緒だな。じゃあオオサンショウウオ以外で使うルアーなのね。俺もオオサンショウウオ一本でいきます。前にね、菊さん、うん、これでね48釣った。え、オオサンショウウオで、ここでマジで。そう、1日やってさ、夕方朝から晩まで、うん、5時までやってさ、うん、2匹釣れて、でオオサンショウウオだけ釣れた。で専務はカットテールとかちっちゃいワームひたすら投げて、うん、1日やって坊主。あ、カットテールで釣れない。釣れなかったね。へ、ダウンショットとかいろいろやっとったけど、で俺はオオサンショウウオだけ投げ切ったら2匹釣れて1匹、まあ、じゃあその人、その日はあので小バスが食わない日だったんだね、うん、そうだね、強かったんだろうね、もうほんと釣れなくて。オオサンショウウオってでかいのしか食ってこないから、俺ね、見て、ちょっと待
見れない。これいい感じでしょ。ほら、なんでこれが釣れるかっていうと、みんながあんま使ってないから。バスが警戒せずに何これって食べちゃうんだよね。ノーシンカーでファ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 ってやってもいいし、そこまで落としてテキサスでボヨンボヨンみたいな、あと物の中に入れたり、いろいろ使い方あります。水深がね、8メーターぐらいかな、8メーターから4メーターの駆け上がり、そこが今着水した8で、左側行くと4メーター、こう駆け上がりに急えぐれてるポイントなんですよ。今そこ投げてます。ポイント次第なんですよね。で、オオサンショウウオで今日はね、そこでトントンで狙ってるのは、まあ、コバスはまああんま釣れなくてよくて、もう50以上だけ狙い定めてやってってるんで。木口さんも50アップでしょ今日。そうだね、狙うのは。まあ、コバスはな、お値段もあれだな、あの四国の神奈川ダムでさ、うん、あれコバスだけ狙ったら300匹超えてたよな。300匹超えるぐらいの入れ食いだったんで。もう小バスばっか釣れちゃうもんな、ちっちゃいワームでやると、うん、で、今はね、この辺はまあ結構小バスがバーっていっぱい釣れるらしいです。お米の感触どうよ、琵琶湖、いいやろ。いいね、気持ちがいいね。なんか最近さ、菊池さん、あの自分の古い動画でさ、騒がしい動画多いじゃん、俺。うん、そうだね。ああいうのがもう嫌になってきて、うん、静かに釣りしたいんだよな。どうしたの？何が？急にそんなこと言ってる。いやいや、 ASMR がなんか騒がしいのはちょっと苦手かな。お前釣れた瞬間騒がしいじゃないか。いやいや、俺は穏やかだよ。昨日騒がしかったよ。え、マジで？なんて言っとった俺。海で。何言っとった？海で。でかいでかい。言っとった？覚えてないな。来いよ来いよ一発。当たった。コバスだね。コバスがおる？どんなあたり？コツンと。おるね、魚じゃあね、はい、癒されるね。 ASMR いいね。ちょっと一匹釣れるまで帰れんからね今日。いろんなとこ打っていこう。 ASMR の意味知ってるか？何？朝からセックスマンコだ。ちょっと無理がないかそれ。 ASMR の朝からセックスマンコ。 ASM 菊池さん、最近男女差別があるじゃないですか。男女差別？うん、なんか女性差別とか。だからやっぱチンコとマンコが合体しなきゃダメなんですよ、うん、そうですよね、うん、おマンコがセックスってことだ。え？開始1時間釣れんな。釣れんな。ちょっと一回でかいの取らんとね。もうオオサンショウウオね、今日絞るんで、これででかいの取るよ。見て、このクリアウォーター、絶景の垂直にひしもがずっとあるんですね。で、このひしもの底にでかいのが潜んでるんですよ。だからこのひしもに、ひしもとかエビも、エビもパッチにこう絡める。プロ当たらないな。見えるかな、オオサンショウウオ。ブギルが寄ってきた。見えてるんだな。これがオオサンショウウオ。わーってそこまで、あんなイメージで落ちてくる。で、持ち上げて。いいだの。熱いね。流れ込み。あ？流れ込み狙い。流れ込み狙い。うん、みんな見てこれ、めちゃくちゃ綺麗じゃん。まあバンバン釣れる感じじゃないね。なんか魚影が少ないもんね。この界隈に群れてないわ。ちょっと魚影が少ない感じ。とにかく綺麗なひしもですね、あれがひしもで、あのそこにある芝生、あれエビもパッチって言うんですけど、ああいうもの中にね、でかいのがフラーって来たりで、意外にビアコーナマズがいたりします。菊池さんどうよ。
うん、当たったけどね、今さっきね、うん、ピク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 って、うん、おちんちんにピクピクピクみたいな感じが当たってる。乗らんか、うん、乗らないっていうか行かない、うん、おちんちん行かなかった。菊池さん、はい、ちょっと質問していいですか。マンコ、あ、おまんこ、え、間違い、気持ち悪いよ、お前。それが効く。最近ね、指が衰えて動かないんだわ、うん、昔はね、ものすごい早く動かしとったんだけど、うん、動かない指が、バイブレーションがもう機械並みに動いとったんだけど、最近もう全然動かない。あいだだだだだ、腕つけ、はい、開始4時間、うん、坊主ピクリともないぞ、ピクリとも。奥ビアコきついね。きついわ。なんだこれ、おるんか、ブラックバス。ブルーギルのあたりはあるけど、うん、まともなバスが食わんねんねん。食わんね。今日は結構イージーだって聞いたんだけど。おかしいな、甘かないな。木口さん、はい、この厳しい状況を打開するために、うん、なんかどでっかい話ちょっと一発お願いしますよ。どでっかい話ってなんだろう。どでっかい話って、ピヨッ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 、クリックリックリッピヨッ。あそこの山の先端あるじゃないですか。あそこの山の先端、あれ何ですか。あれ山の先端、あの部分、あのマンコの上のな、うん、丘、わかる、地球っていう丘。どういうこと。端の丘って書いて地球って。なんていうのそれ。丘、おマンコの上の土手、土手のとこだ。わかる、わからん。土手、最近土手って聞かんよね。最近今土手っていう単語30年ぶりに聞いたぞ。聞かんか。あんまり言わんだろ、マンコの上の土手。なんか聞くよな、うん、昔は。いや、菊ちゃん、最近の若い子はさ、うん、下ネタがダメって言ってるらしいんだもん。それ俺もそんな好きじゃないよ、下ネタ、本来は。そうか、下品だ下品だって言われるのよ。どう思うそれ、菊池的には。 どこまでがじゃあ下ネタじゃなくて OK なのかな。わかんないよ、基準が。おっぱいは、おっぱいはいいんじゃない。おっぱい、おっぱい大好きとか大丈夫。え、僕おっぱい大好きとか大丈夫。それは大丈夫でしょう、だって好きなんだから。でも下ネタじゃないこと。まあね、どっちかというと、うん、女性ってね、うん、喜んでんだ実は。いや、そうだよ。恥ずかしがってんだよ。大体みんな言うもん、うん、おちんちん大好き、おちんちん大好きとか言うもん。言うんだ。言うだろみんな。知らん、言われたことない。ない。おちんちんがええんよ、おちんちんが好きなんよとかって言うんだ。もっとちょうだいちょうだいちょうだい。井口さんは女性の性体験も豊富なんですか。いや、今まで3回ぐらいです。3人。いや、もうセックス合計3回、うん、あとはもう手まんこぐらい。最近の若い子はさ、手まんこセックスを語ることに抵抗があるんだって。あ、そうなん。俺も抵抗あるよ。嘘やん、恥ずかしいじゃん、ね、なんで。そんな人に俺のセックス話とか恥ずかしいじゃん。そうか、うん、お前大丈夫か。俺も苦手だな、聞くのはいいけど自分のこと言うのはな。恥ずかしいよね、ちょっとね。お前が早漏っていうのは知ってるけど。やめろお前、うん、やめろ、恥ずかしいだろ。鬼の早漏って。俺もチンコとかでもお前に見られるのも恥ずかしいし。そうか、いつまでたってもあのピンクの。お前なんなんだピンクな。あ、何がピンク。先端がピンクのイメージしかないんだけど。どうの先か。そう、やめろよお前。何あのピンク色綺麗な。気持ち悪い。いや、恥ずかしいじゃねえか。黒くなったか、ちょっとは。黒くならないよ。あ、追いかけてきた今。でかい、
ブルーギルかもしれん。こんぐらいのバス。アンパラ小バスだわ。すごい勢いで追いかけ。シャットの方がいいかもな。じゃあちょっとキュウさん、これちょっとでかいでかいでかいのくれた。でかいじゃないか。でかいでかいでかい。ボイル打ちで。マジかマジか。ボイル打ち。そうカメラ。マジマジ。それなり。ボイル打ち。ボイル打ち。待て待て。これ。待て待て。録画した。録画した。ボイル打ちででかいの食った。あでかくないか。でかいでかいでかい。ボイル。でかいでかいでかい。でかい。ブラグで取るやないかも。おボイル打ち。おでかいぞ。ボイル打ちとって。40ある40ある。おいいね。ちょっと今もっと引いて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 取った。うわ40。おでかいでかい。おボイル打ち。いいぞ。やったやった。40アップ40アップだ。おボイル打ちとってこいつだったんだな。もう群れがおったら群れだ。待って。うわやった。50ある。おおでかいじゃん。50ある。うお状況としてはボンってボイルしてベイトがパパって逃げたの。すかさずポーン投げたらそこに一気にライン走って合わせたら小バス持ったら突き出して突き出して。でかかった。ブログで撮るからちょっとでかいんじゃないかなと思ったんだ。待てよサイズ20 45 6 45 だ45だよ。ちょっと口離していいよ。糸取った方がいいかも。飲み込んどる、ま、飲み込んどる。ここか。48ぐらいあるか。待って、もうちょっとこの辺だ。47来た。47かな。46、7 7かな。ナイスやろ、ナイスやろ、みんなこれやった。やったなお前。しかもボイル打ち一瞬のこの時間に真っ昼間。今ちょうど11時ぐらいか。いいの来たじゃん。オオサンショウウオ。ブリ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 。47センチ。これはいいね。ケツさんやったなお前。くっぱでかい。いいね。食ったな。でかいな。でかい。横幅があるからな。ちょっと外します。ナイスバス、ナイスバス。ケツさんいいね。持って帰って食べるか。煮付けにして。前だけいいな。煮付けにして食うか。元気なくなったよ。ボイルするな。この辺だ。ボイル打ちや。ボイル打ち。ちょっともう一匹するぜ。ここでボイル打ちひたすら今日やるぞ。オオサンショウウオ。これ見て。これね、4年ぐらい前に買った2017年かな。あのファイヤーウルフ、これが俺のファイヤーウルフに今回初めて使うスティーズつけてやってんだけど、スティーズとスティーズってめっちゃめちゃ使いやすい。キクさん、めちゃめちゃいいなこれ。いいよ。スティーズにスティーズ合わせたらやっぱり。今度あのあれ持ってくるから、うん、俺。何？ゾディアス。ああ。巻いてよ。なんでや。ゾディアスもいいよ。いや、お嫌いなんだ俺ゾディアス。ゾディアスいいから。いや嫌い嫌い。ゾディアス変えてよ。なんでいいじゃん。いやいやファイアウルフはな。いいじゃんゾディアスと変えてくれ。ああ。いやファイアウルフはちょっとまずいわ。いや ゾディアスだよ。だって俺、いやゾディアス嫌いなんだよ。なんかゾディアス投げにくくない？投げにくい。いやいやもちろん十分使えるけど、うん、ファイアウルフとかと比べたらもう全然違う。なんかねやっぱりファイアウルフやっぱ最高だわ。このスティーズっていうベイトリールとめちゃめちゃいいね。え、あとスティーズがもうバックラしないもんね。これ向かい風で投げまくってるけど。メタニウムとか使ってた。いやお前が平凡品だわ。皆さんこっちで今ねメタニウム DC でバックラ連発で、バックラする菊池さんの理由 ねこう投げた後でねベイトのこと分かってないんですよ彼。ベイトリールこう投げて振って投げてスピニングリールみたいな感じでこうやってやってるんで、そりゃバックラするよ。なあもう昼だけど、うん、ちょっと疲れてきたな。3日連続超こうしんどいか。あまりにも釣れんから疲れてきた。これ釣れとったら誰も突っ込むんだけど。あこんだけ釣れないとな。俺ぐらい俺坊主やろ。も俺も一匹だけ釣れたけど、その後釣れもんな。小バスでもいいから釣りたいな。20、30でいいから。ああそれがないもんね。またあたりがあればな。ブルーギルのあたりあるんだよ。モチベーションが保てないなやっぱな。その年になっ
疲れてきたか。水深何メートルここ？ 2.3。 こんかね。一匹頼むよ。出したいね。こっち見てごらん。一匹出したいね。一言来いよ、気合の声。なんだそれ。もう疲れたか。疲れたか。あ、バスおらんわ。おらんな。パラパラしかおえない。もう小バスもいないもんな。マジでおらん。本当奇跡の出会い頭しかねえよこれ。当たらんもん。ちょっと昼飯食いっか。うん。ねえ。お前知っとるか。何？なんで？映画マンさん。知っとるよ。見た。もう俺が作ったやん。あ、もう。それ名作見たかも。見たけどどうした？映画マンさん。うん。再生回数1000回。1300回。1300回か。ああ、一発かましたれ。マンさん。それを。おい、はい、4文字で言ってみれよ、お前。4文字、またお前その問題出すか。おう。おまんちょ。5文字やないか、それ。ああ。おまんこ、おまんこ。え？おまんこか。おまんこって言わしたいのか。よくできたな。言わしたいのか。おう、そういうことだよ。そうか。おまんちょじゃなくて、おまんこって言わしたいのか。そうそうそう。おまんこ。お前、おまんこおじさんってあだ名つけられるぞ。みんな見える琵琶湖の湖上でトンボに絡まれた。このトンボはコオニヤンマですね。オニヤンマよりちょっとサイズが小さいコオニヤンマ。ほらね、オニヤンマはもっと大きいから。オニヤンマより、3センチ4センチ小さいコオニヤンマです。可愛いですね。琵琶湖の船上で友達になりました。軽く飯食い行こうよ。今12時ぐらいかな。まるで海みたい。あれ、波の音がマイナスよ。よし、飯だ。小鮎の天ぷら。これ天然のね、小鮎なんですよ。養殖じゃないよ。小鮎なんだね、これ。うん、うまっ。ハゼみたい。気をつけな。このレモンをちょっと絞ったり、レモンをつけて。うまいやろ。うまいな。うん。ちょっと川魚のちょっと味するけどね。うん、うん。普段食べないから美味しい。そう。これ琵琶湖の名物だよ。でみんなこれはね、今小鮎釣りで釣るの。釣って持って帰って、うん、天ぷらにしてみんな食う。美味しいよ。ちょっと刺身定食を食べます。見てください、このね。刺身嫌い？うん、嫌いじゃない。好きだよね、うん、マグロ。結構美味しそうなマグロだな。うまっ。記念になった。あと杏仁豆腐のデザートね。あ、はい。何かね、アジフライ定食も刺身ちゃんとついてる。いいよ、すげえな、すごいね。食べて食べて、めちゃめちゃ今日はおごるよ。あ、ほんとありがとう。めちゃめちゃうまそうなんだけど。ほら、食べて食べて。豪華じゃない？豪華だよ。日替わり定食で豪華じゃない？そりゃ1100円だから。1100円安いかも。豪華だよ。うわ、味噌汁やっぱり滋賀は白味噌のっていうか薄味で美味しいね。で、マダイだよ。福井県で獲れたマダイかな。養殖かな。養殖も美味しいよね。琵琶湖にはいないの。何が？琵琶湖にタイとマグロ。琵琶湖にはいないよ。ない。琵琶湖はいない。シシトウからうまいよ、天ぷらも。たまらんやん。うまそうだろ。うなぎかな。あ、アユだ。アユの甘露煮。うん、うまいよ、これ。うわ、うまっ。うまっ、これアジ、アジでかいだろ、これ。天然もないじゃん。うん、もう天然だろ、これ。福井県で取れた。昨日釣りに行ったって取った。うまい。
い、うまっ。趣味だろう。マダイかな。タイでしょ。タイかな。タイ、マダイじゃないな、これカンブリかな。これ、これカツオ。カツオもあるよ。うまっ、うまっ。ちょっと一匹でかいの出しますよ、菊池さん。出しましょうよ。太いやつ。太いのが。ものすごい太いやつ。太いのが欲しいな。なあ、あら、オオサンショウウオ。釣れないな。水がめっちゃ綺麗じゃないこれ。綺麗だけどな。ん？どうも今日もねえだろ。何がや。あんま釣れんかな。釣れんか。投げてみろ。おるんかここバス。おるよ。これ見る？俺のベイト投げ。おう、投げろ。どう？やっぱね、スティーズ最高。ほんと。どんな投げ方してもバックラしない。まあな。イグさん。ん？あそこにコンクリートブロックが大量にあるじゃん。あのコンクリートブロックを例えるなら何ですか？コンクリートブロックを例えると、うん、一言で言うと。一言か。一言って難しいな、コンクリートブロックは。おまんこの塊。結局そこなんだ。おまんこの塊だ。あれ全部ワンコの塊に見えてきただろ。そうだな、すごいな、発想力が。コンクリートじゃないんだあれ、おまんこの。あれがおまんこが固まってんだよ。おまんこの中で一番そのいい部分はどこですか？おまんこの中で一番いい部分、うん、おまんこの中で一番いい部分は本当は栗ちゃんだけど、うん、アナル。下ネタおじさん。アナルおまんこじゃねえよ。ああ、そっかそっか。釣れよ。粘るしかないだろ。いや、どれもあの奇跡の一匹だけだぞ、まともなの。あとブルーギルがついたぐらいだ。いや、奇跡の一匹でいいから欲しいよ。だからボイルに打つしかねえよ。俺の状況はね、ボイルしてて、あ、ボイルしてる、ボイルしてるって感じでちょこって舐めたら着底 1,2 でボーンだからね。ボイルしてないもん、あれ以来。そうやな、結局厳しいね、奥琵琶湖。もう一匹ぐらい釣って帰りたいよね。釣って帰ろうや。ちょっと骨打ってこうか。今そこでバサッと跳ねた。きついな、当たらんな。ブルギルの当たりしかねえわ、あれから。あれからな。ああ、俺はほんと釣れてないぞ、坊主か。なんとしても釣りたいんだけどな。まあこればっかりはな。久しぶりの琵琶湖遠征だから。琵琶湖は答えくれるのはあれだよ、お前。なかなか答えくれねえぞ、琵琶湖。琵琶湖はな、一日来たぐらいじゃ。一日ぐらいじゃダメか。きちっとやりきって答え合わせせな、お前。甘かねえぞ、お前。なあ、俺も。俺が釣れたのなんか本当にまぐれで、なんかの間違いで食ったみたいな、そういう感じやん。いや、タイミングだよな、あれな。タイミングでな。もうあれ以来ブルーギルのチョンチョンがわ、それしかない。あ、また当たった。だ？ブルーギル。さっきからブルーギルが。またギルか。ギルだね。ギルがピュピュン。全く乗らない。ピュピュンって5センチ、7センチ。乗らない。乗らない。あ、またまたまた当たった今。ほら。当たった。片合わせ。これブルギル乗らない。ということでね、今回はね、こんなもんで終わろうと思うんですけど、今4時ぐらい。菊池さん。ああ。どうやったで。今日一日やって。ダメやな。ダメか。坊主か。坊主か。ああ俺一匹です、俺は。まあいいやん、一匹上がったから。47、うん、だいぶ昔の話だけども、よかった。すごい前の感じがする。だね。
お前はどうやった今日。え、本当に釣れてないな。本当に疲れ切っとるな。そうでもないんだけど、精神的にも肉体的にもちょっと釣れないのが腹立ってない。気分害しとるわけか。菊池の最後に一つだけ、今日のさ一日の釣り、昨日からこの3日間3連続釣り、この3日間を4文字で表してくれ。4文字だと。おまんこ。菊池さん、菊池さんとのコラボ動画を出すたびにチャンネル登録がマジで減ってる。本当に。で、菊池さん、その状況を4文字と5文字で表してくれ。4文字と5文字だと。チンチン、クリちゃん。もう一個あるだろ。マンコ。笑いもんやな、お前会社でな。お疲れ。ああ帰るわ。ああ帰るか。いやー、やりきったな。まあ帰りにちょっととあるおかっぱりポイントで投げてこ。うん、もうちょっと船の上で酔ったな、こう一日酔ったからね。ちょっと暗くなるまでとりあえずやろうかなと思う。そうじゃあみんなありがとうね、ご視聴ね。じゃあ帰ろうか、もうそろそろ、うん、帰ろう。ただ帰り道おかっぱりポイント攻めてこうぜ。最後までやりきろうぜ。ああ真っ暗になるまで。ってことはあと3時間できる。やろうか。ああやろうぜ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日どうでしたか、一日踏ん張ってみて。全然釣れてやからどう思うもないよ。ただブルーギルの小さなバイトは結構あったね。ブルーギルのな、ブルーのピクピク、あれよかったね。ピクピク、あ来た、錯覚してな。ただあのボイル打ちやばかったで、菊池さん。ちょっと自慢みたいになって申し訳ないんだけど。自慢だから。ボイルあってさ、じゃあボイルあってさ、オオサンショウウオよ、小魚がピョン逃げたやん。その瞬間スポーン入れて着水、そう着水して 1,2 でドーンよ。はいで釣れて、もう俺ら魚状態やん。はいでもあんなバケモンみたいなの釣れて、そして気がついたらな、流されて岸際行っちゃったんだよな。あの気がついたら興奮しすぎて、で振ってみたらおかっぱりの人の真横まで来そうかな。にらまれてるな。どこまで来、どこまで来とるんやと。いやそんぐらいちょっと我を忘れちゃうんだよな。あなんでちょっとおかっぱりの人に迷惑ならないようにすぐ起きったんだけど、あれはちょっとヤバかっただろ、魚。その人な、いやあの人は言わないけど、俺らの迷惑かけない。あのヤバかった、あの魚。あの人な、いや使えないですかね。あの魚ヤバかったね。ということで、ゆうさん今回ありがとうございました。ここまでね、いろいろやっていただいて、はい、そして最後に、はい、今から俺たち帰り際にバン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 釣りやってっけど、真っ暗になるまでおかっぱりポイント今から攻めるけど、ああそう、ああその状況最後4文字で一発まとめてくれ。おまんこ。聞こえねえよ。おまんこ、おまんこ、おまんこ。みんなクリちゃんをいっぱいちょうだい。さよなら。なんて、マンコおじさんが極まってきた。好きだね、本当にその4文字。その4文字ってお前誘導してる。いや俺思うのよ、最後にこれ動画エンディングなんだけど、おね、男女差別っていうのは男女平等でいきたいんだよ。だからおちんこが OK だったらおまんこも OK よ。ゴムでいこうぜって。いや OK だから言ってんだよ。ああということで皆さん、この日本は今後ね男女平等でいくんで、男と女は五分五分なんだな。ありがとう。